ーで質問コーナーでーす。まだちょい気まずいぐらいの空気の時に一発目があるんでやっていいですかって言って大丈夫してるの。そんな言った記憶ないんだけど。さっきにヤッホーさくらですと。ヤッホーノアです。今回はさくのあで質問コーナーでーす。インスタでね募集したのでそちらに答えていきたいと思います。ヤッホーだから自分の携帯で募集しといて今自分の携帯で撮ってるので私にそのスクショをねメアドルで送ってきたのでバカだけどこれ私のロック画面ね。テオくん、テオに、テオくん、まず一つ目、お互いの第一印象、はい、会った時の第一印象は画面と変わんないって思った、ね、嘘です、嘘です、ね、違う本当に、あのね、なんで思ったかというとみんな変わんないんだけど SNS でさ自分は結構変わるみたいな、ね、変わるもん本当ことを、うん、なんかネガティブなねネガティブネガティブな感じのことをね結構 SNS に書いてたのであれと思ってたんですけど、そしたらマジで変わらなくて全インフルエンサーが思ってるノアに会った、ね、うん、岡君とにかく、うん、年下に見えない大人、え、でも喋ったらアホだよ。見た目もスタイルも化粧も大人なの。年下に見えないって思ったんだけどなんか仲良くなったら2回目会った時ぐらいのまだちょい気まずいぐらいの空気の時に一発目があるんでやっていいですかって言って3個ぐらいまずかましてきたの。全然笑えなかったのね。いやでもしらけちゃってみたいな笑いだったの、苦笑いだったのに、その後ちょっと動画撮っていいって自分の iPhone カメラでこう動画を回しながら一発ギャグをなんか10発ぐらいバカだなと思って。なんかさ、しかもその時さ仲良くなかったよ。なんかさ仲悪いって感じじゃなくてちょっと気まずかったよね正直、うん、ちょっとっていうかかなり気まずかったよね、うん、そんなに仲良くない子と2人で遊びに来ちゃったどうしようみたいな空気だったのに、ね、違う、だからこそうちはやってくれたの。そう、自分その時ギャグが趣味でめっちゃ貯めてたのね、うん、だからやったら、うん、超しらけて、なんかしらけてっていうか苦笑いしてくれてさ、そうそうそう、逆に気まずくなったっていうなのにその後10回ぐらいしてきたんだよ似たような一発ギャグを。でもそこも含めて好きでしょ。好きだよ。次、二人の似てるなって思うところ。うちはガサツなとこ。なんかね、例えばさ、のんちにお泊まりに来ることとか、カップル並みに合ってるんですよ。合ってるね。その時に分かるのが、ちょっとガサツなんですよね。いろいろ。え、でもさ、部屋汚くなくない？うん、汚くないと思ってるけどさ、うちはさ、今日さ、今日部屋汚くしちゃった。汗汗。かわいい、マジで、マジで、ボケて。汗汗。顔マジでさ、多分ガサツなところは似てるなと思います。あと嫌いな男のタイプ匂わせとか、うん、頻繁にしてくる人とか嫌いじゃん。誰と勘違いしてるのそんな言った記憶ないんだけどさっきに嫌いな男のタイプ変に匂わせてる人嫌いじゃん嫌いじゃんとか言って言ってないね。なんかさもう絶対話してる人違うでしょ。ごまかしてね、これでもね、ガサツな女とかも一緒にしないでほしい。私じゃない多分勘違いしてる。仲良くしよう一回。いいよ。似てると思うところ、若いところ。あ、そういうのいいです。え、なんで、ね、え、なんで。 YouTuber さんって大人の方が多いじゃん、うん、20歳超えてる、はいはいはい、そうだね、年上多いよ、ね、多くて TikTok しかやってなかったから、うん、10代の子、うん、とかとしか絡んでなかったから全然なんか思わなかったけど、うん、YouTuber さんとコラボした時に素で行くと、うん、若いねって絶対言われる、ね、言われるね。まあ似てるっていうか普通か似てるってことにしとかね、なんか気まずくね、それは。そう、お互いに好きなところ。もう選ぶ質問カップルやん。私さ、なんかツンツンしてるけどね、実はノアの方がうちのこと好きなんですよ、実は。好きなところはね、うるさいとこがいいところだと思ってる。なんか、アホなのね。こんなにアホな子っていないの。後で食べよう。周りに。あんた、めっちゃいいよ。うん、後で温め直す。温め直すとか問題、もうこういうところでね、アホなの。だってさ、麺伸びてんのにさ、温め直すとか、縮むんですか、そしたら麺が。伸びた麺は。温めたら縮むんですよ。ね、ちょっとさ、最近さ、ジュギア君とさ、長くいるからって、ジュギア君に煽り方が似てんのよ。嘘でしょ。ジュギア君なんか、うちに当たり強いのはわかる？だからアホだからで、ね。突っ込むところが多いからそうなってんの。ひどい。アホなとこが好きなの？だからそれで元気をもらえるの。バカっていうかアホなところが元気をくれるから嬉しい。うん、なるほどね。そう。私がノアの好きなところは、あのね、ツンデレ。二人でいるとね、デレをかましてくるんです。まあ、こいつ。かましたことないよ。ツンデレな人が好きってこと？ツンデレな男が好きなの？次一応。出会ったきっかけは何ですか？TikTok だよね。相互になって、で、会うつもりじゃなかったんだよ。そう、ういちゃんと会おうとしてたんだよね。ういと遊んでて、うちみずきと遊んでて。あ、よいしょ。はい。
で、その時にダブル渋谷にいるということで会うことになったよね、うん、アホだからで、なんで意味わかんなかったんだよ。だってなんでアホっていうの、覚えてる、美容院にいたの、ういちゃんがもうさくらといんの、ふそうで、いたんだよ、水木とかと、えってなって、マルキューに行ったら、なんか、ぬわーってなんかみんな寄ってきて、覚えてないの、あの信号で合流した時。信号だったっけ、うん。信号渡った時に、うん、ういちゃんだけと会う予定だったのに、ういちゃんって言ってたから、じゃあ邪魔だったってこと、その時いなかったら仲良くなってない。そんな、うん、運命だよね。次行こう。いつも一緒に。いるとき何してますか？ YouTube 見てない？うん。大画面で。なんかもう YouTube 流してないときないよね。YouTube ずっと流して、うん、寝てるか食べてるかだよね。食べるか、で私がなんかママに作ってあげるか。何しますかとかじゃないよね。なんか日常を過ごしてる感じだね。そう。異性の絶対条件。え、どういうこと？これだけは絶対異性に欠かせないみたいな。これだけは絶対。異性でしょ？だから男性に、うん、そうそうそう。例えば、え、浮気しないとか。あ、そういうこと？え、それは恋人としてってこと？うん。あ、なるほどね。私は、あるわ。うん。一途。あれ、一緒。とか、浮気しないとか。うん。でも、一途かどうかって、付き合わないと分かんないのよ。だから、先にこっちが依存してしまうと、あっちがもし一途じゃなくて、何股かしてたとしても、それに気づいて、はってなっても、好きだから許せちゃう状況になってしまうから、うんうんうん。難しいよね、一途かどうかに気づくこと。男性って限らずに女性も一途じゃないとダメなの、うん、当たり前のことなの。セクノアの会う頻度は、うん、どうだろう。でも最近は緊急事態宣言が出たり出なかったりっていうので、うん、まああれだけど、会ってる日は週1とか多い時週2とかで会ってたよね。撮影とかがね被るし、うん、普通にプライベートで会うこともあるし、そう、撮影終わり泊まっていくとか、そんなの泊まる結構ありますね。ジキヤとミッキーどっち派っていうのがありました。ミッキーマウス、ミッキーマウス、せーの、ミッキーマウス。好きなお寿司のネタせーの、ウニ。二人は付き合ってますか？付き合ってないです。二人何歳差だって？え、2歳だよね。今何歳？何歳？うち15。うん。17と15。うん。次、スクショタイム。あ、私スクショタイム当たり前タイプなんだよね。インスタライブとかもそういうタイミングないから、あの好きな時にしてみた。割り箸焦げてね。あと割り箸置いてますか？やった。うん。なんでここだけ焦げてんの？あります。うん？スクショタイムあげる？うん、あげよう。せーの。なんでうちもしなきゃいけないのこれ。ユーオニアでしたい企画。うちはディズニーとか行きたいね。ディズニーシーとか行きたいんだけど、なんと問題発生ということで、うん、私とジュ君は絶叫が、あ、そうなんだよね。本当に嫌いで、ミッキー君とノアが乗れんだよ。大好きなの。なんかさ、今日言ってたんだけどさ、日本の乗り物はマジで私にかなわないみたいなこと言ってないよ。え、なんだっけ、日本の乗り物はしょぼいって言った。しょぼいだっけ。海外の乗り物とかが、うん、YouTube とか TikTok のおすすめに来て見たりすると、ガチなんかレベチなのに日本より全然すごいの。ホラーは私見るんですけど、あとバンジー系も見るの。固定された乗り物系はいけるんだけど、そういう系の日本の乗り物が、うん、ディズニーランドシーとかユニバとか富士急とか、うん、怖いのがないの。楽しいよ、楽しいけど、うんうん、なんかやばい楽しかったってなるやつはないの。タク、ジュキは乗り物乗れないじゃん、うん、でもさ頑張れ。でも日本の限界でしょ、頑張って。だから何なんか言いたいことある。一緒だから、私ミキちゃんと二人でそのまあ、うん、一旦海外の、一回動画止めるか、海外のそのなんか乗り物とか絶叫とかに乗って、ジュキ作は日本のなんか白雪姫とか平和で楽しめないかな。え、なんかさ、なんか自分たちだけさ楽しもうとしてるけどさ、ジュックンさ食べ物も食べれないのよ。ジュックンと頑張ってみるとか1万円企画とかもいいんだけど、ジュックンとね本当に食べれないし本当に乗らないじゃん。そうだから、この間も苦手なものは苦手って感じだからさ、やめなさい。あなたまたは広げるな。この間もね、うん、本当にやめなさい。なんでよ、だってパンツじゃないもん。女の子でしょ。この間も大食いをねしようみたいな、カップ麺の企画とかあったんですけど、うん、全然食べないんですよ。私が5杯ぐらい買ってもあっちは2杯。だからさ、取りにしないで。これジュックさ、泣くよ。なんかさ、うん、ジュックだけどさ、なんかさダメみたいになってるから、ジュックの住むとこ行っていい？いいな。ジュックね超優しいなんかさ動画ではさ、お前なんでみたいな感じで言うけどさ、の裏ではね意外と周り見てるよね。意外と周り見てるっていうのは何て言うんだろう、優しいよね。うん、どうも言って助けもはい、ということでですね、さくの質問コーナー終わりです。なんか結構
会うたびに素を出せていってるので、うん、まだ素じゃないってこと。どんどんノアとさいるとさ、なんかもっと新しい自分。なるほど。かっこよくね、今言ってることキラキラお願いします。お願いします。はい、ということでですね、第2弾待っててください。せーの、チャンネル登録とグッド。せーの、ウニ。せーの、チャンネル。え、せーの、チャンネル登録。なあ、あの、ええ加減せいや。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。バイバーイ。しゃべりぐ、ウニ、ウニ、せーの、ウニ。